はい、このセクションを担当します、辰浜と申します。リブレオフィス API についてお話しします。自己紹介とか API とかサンプルがあるので、サンプル実行したり、読み解いてみたりとか。あと、ちょっとサンプル難しいので、使いやすくするライブラリを作った話をします。自己紹介です。辰浜と申します。徳島で生まれ、奈良で育って、就職徳島に行って、3社連続徳島で働いてます。現在は、YouTube の CM 邪魔している三々株式会社の神山ラボの勤務です。サテライトオフィスでリモートワークしてます。音楽と旅行が趣味で、結構いろんなところに呼んでもらったり、いろんなところに遊びに行ったりしてます。本職スマホで、徳島でモバイルアプリの勉強会やってます。で、業務経歴こんな感じで、1社目、2社目、3社目。パソコンソフトをやったり、スマホ、タブレットやったり、いろいろやってます。で、今の働く環境こんな感じです。古民家を改修して、のんびりやってるように見えて、結構ガチな仕事をしています。右下の写真見ていただければ分かりますが、スカイプで東京チームのメンバーと話をしています。じゃあ本題、リブレオフィス API について。API って何だっていうところを説明します。プログラムからリブレオフィスを操作する手段のことです。英語を読むとアプリケーションプログラミングインターフェースって書いてあって、マウス操作とか、ダイアログと、本当にユーザーと直接話す、会話するみたいなところは、グラフィカルユーザーインターフェースって言ってます。境界面のことだと思ってください。なので、リブレオフィスと他のプログラムとの境界面のことを API と言ってます。で、ここの API ポチ、libreoffice.org にサンプルがあります。こう枠で囲ってるところがそうなんですけど、Java とか Python とか C プラとか、いろんな言語から扱うことが可能です。マクロと似てるんじゃないのって思うかもしれないですが、マクロって文章の中にプログラムがあります。で、API を叩くプログラムっていうのは、LibreOffice の外にあって、文章には依存していません。この違いが大きいです。じゃあ、サンプル動かしてみます。個人的ないろんな趣味とか実情もあってなんですけど、Windows と Eclipse で Java で API を呼び出す準備をします。もちろんコマンドラインとか Mac、Linux でもできます。ちょっとデバッグしたいので、統合開発環境でやります。資料を公開するので、このあたりざっといきます。リブレダウンロード必要です。インストールします。で、LibreOffice SDK っていうのも必要なので、合わせてインストールして、Eclipse、Java が動くやつどれでも入れていただいて、で、Eclipse でワークスペース作って、プロジェクトネームとか適当にして、この LibreOffice インストールした下に、スプレッドシートっていうところにサンプルあるので、それを取り込みます。こんな感じ。で、そうするとコピーする、か参照するかって出るのでコピーします。それだけではエラーが出て、SDK のパス通さないといけないので、その処理をやります。で、あとは、ブートストラップコネクタージャーっていうのもちょっと必要になるので、それも入れておきます。そうすると、scalc java っていうサンプルはちゃんとエラーなく出るようになりました。で、これで実行すると、実はまだエラー出ちゃいます。で、それをさっき言ったブートストラップコネク、あ、ソケットコネクタっていう方法に書き換えます。LibreOffice 本体の呼び出し方法をちょっとごにょっとしてあげる必要があって、それをやってます。そうすると、プログラムを実行すると、カルクが勝手に起動してきて、セルに値を入れたり、スタイル設定したり、グラフが挿入されるっていうようなことが起こります。ちょっと実際やってみますね。うまくいくかな。ここの S カルクっていうのがあって、これをちょっと分かりやすいようにデバッグ実行します。
進めていきます。ここで火力が起動してくるはず。出てきました。で、ちょっとあと説明するのでざっといきますね。スタイルを作って、よいしょ。ざーっと作って、こっから見た目が変わるかな。ドキュメントからスプレッドシートを取って、ここシートの10のところにジャンを入れます。入る。その次20にフェブマージンってこうずっと順々に値が入っていってるのが分かるかと思います。それで数式なんかもイコールサムのレンジ指定で入ることができます。で、先ほどちょっと端折ったんですけど、スタイルを定義したので、10130っていう範囲にマイスタイルで定義したスタイルを貼ると色が変わります。色変わって、同じのを違う範囲、別の範囲に違う色。それでグラフ範囲を指定して、グラフを挿入して、その後 3D グラフに変えてみる。で、タイトルがないのでタイトルを挿入するっていうサンプルになってます。このようにプログラムだけで LibreOffice の操作っていうのができています。じゃあ、ちょっとこのサンプル読み解いていきますね。起動する処理、こんだけ書かないといけないです。で、火力を開くところに、X スプレッドシートドキュメントっていう入れ物に、火力を開いて、今開いてるドキュメントファイルの変数を受けています。で、スタイル定義。ここで言うスタイルっていうのは、セルの書式 A1 を赤にするとか、この文字赤とか、個別指定するんじゃなくて、HTML の CSS 定理みたいなもんだと思ってください。文書内共通で、例えば、マイスタイルっていう名前をつけて、それを使いますっていろいろやっておくと、やっぱマイスタイルじゃなくて、マイスタイル2がいいって言ったときに、スタイルの定義だけ変えたらいいっていうようなスタイルのことです。をちょっとこんなガーって長ったらしくやってます。ちょっとだけ言うと、ドキュメントからスタイルのなんか取って、スタイルを作ってマイスタイルっていう名前にします。で、そのプロパティ、キーバリュー、セルバックグラウンドカラーっていうやつはこんな値です。チャーカラーっていうのはこんな値ですっていうのを指定しているコードになります。ちょっとめんどくさいですね。で、セルに値を入れるのはさっき見ていただいたのなんですけど、ドックからシートの塊取ってきて、それの0番目を取って、そのシートに対してこの場所にこんな値入れてくださいっていうのをやってます。スタイル設定はこの範囲にこんなスタイル、さっき作ったやつをやってくださいってしてます。で、グラフ挿入はデータ範囲を指定して、グラフを表示する場所とかを指定してるんですけど、結構こんな長い感じになってます。あと、グラフ、3D グラフにするとかタイトル設定っていうのも、ちょっとこんな長い感じになってて、こういうのができます。で、ちょっと見ていただいてわかるかわかんないですけど、右側だったらわかりやすいかなと思います。文章があって、火力の場合、シートのコレクションがあって、シート1、シート2、シート3とかっていう親子関係、データ構造になっているのって、なんとなく想像できるんじゃないかなと思います。で、もうその通りです。で、このプログラムの上の方にインポート文っていうのを書いていて、コム3スターテーブルの、シートの X スプレッドシーツとかっていうのが書いてあります。で、それはこう API リファレンスを見ていただくと、こういうので見れます。コム3スターのスプレッドシートとかで定義を参照して何ができるかっていうのは分かります。実際スプレッドシートっていうのを見ると、メンバーファンクションにインサートニューバイネームとか、ムーブ
バイネーム、コピーバイネームってあるので、シートの追加とか削除、コピーの機能があるんだなっていうのは分かります。で、途中言ってましたが、ちょっとサンプルコード長いかなとか、難しいなとか、言ってないですけど、クエリインターフェースとかいろいろやってるのがちょっと直感的じゃないなとか、最近出てきたスタティックおじさんだなと思いました。というわけで、簡単に使えるようなライブラリを作ってみました。まだ作りかけです。このデモに向けて作ったので、まあ、明日作業してとか、まとまったら GitHub で公開します。ドックの0番目のシート取るだけなのに、こんだけコード書いてたのを、ちょっと乱暴ですけど、ドックに0番目のシートくれっていう、こんだけで書けるようにしました。ちょっと開発の方がどれだけいるか分かんないですけど、もともと X スプレッドシートだったのを、XX っていうのにして、ちょっとラップしてます。で、スタイル定義、ドキュメントに対して、こんなスタイル、こんな値ですっていうのを設定してるの、こんだけやってたのを、こんな感じで、文章にスタイルあるんで、ドキュメントにクリエイトセルスタイルっていうのを呼んで、それのセットセルバックグラウンドカラーとか文字色はこれですよっていうセッターゲッターを提供しました。で、グラフ挿入変更も長かったんですけど、まあ、このぐらいでできるようにしました。で、これで簡単なサンプルを作ってみました。と、軽くを開いて先頭のシート取って00に1入れる。で、さっきなかった A2 から C2 に値を入れるとかっていう書き方をしたりとか、セルの背景色変えたりとか、文字色変えたりとか、この形式で保存するみたいなことができるようにしました。で、このファイル名で保存して軽くを閉じるっていうようなこともやりました。で、新規作成だけじゃなくて、既存ファイルを開いて値を入れて保存するっていうようなことも可能です。じゃあ、これ使うとどうなるかっていうと、例えば領収書などの帳票出力、ウェブでデータをもらって、そのバックエンドとして LibreOffice 使うことが可能です。帳票テンプレートを、まあ、データをもらった後に LibreOffice API で開いて、API を通して軽くにデータを入れて PDF 保存して PDF をシステムに返してあげる。で、そのシステム側で勝手メール送信してくれるとかっていうようなこともできます。あとは、軽くにドキュメントを持っていて、そこにメールアドレスとかがある場合、そこに一斉にメールを送るようなシステムを作ることも簡単にできてしまいます。このように、LibreOffice API を使うことによって、システムの一部に LibreOffice を取り入れることが簡単にできるようになります。MS Office でももちろんできますが、LibreOffice でもそのような機能ができます。で、まとめとして、LibreOffice API を使うと、外部プログラムから LibreOffice を使うことができます。いろんな言語から使うことができますが、ちょっと Java のサンプルを見る限りは、ちょっと難しそうなので、ラッパー使わないと難易度高いかなっていうのが個人的な感想です。あと、API を通してシステムの一部に LibreOffice を取り入れることができます。なんか同じこと言ってるような気しますが、まあいいや。以上になります。ありがとうございました。あれば質疑応答。何分ぐらい？あともう9分ある。9分。質疑応答ありますでしょうか。ちょっと僕が次に喋ろうと思っている話題とすごいつながってて面白いなと思ったんですけど、今 API を叩いているプログラムからエブリ起動してたんですけど、すでに起動しているプロセスとつなぐっていうことができるかどうかが一つ。で、もう一つが、いわゆるヘッドレスっていうんですかね、そのウィンドウを出さないで Node.js で今おっしゃったような長期作成みたいなことができるかどうか知りたいです。
1つ目、起動しているプロセスに対してアタッチするっていうことは、ちょっと試してないんですけど、API じゃなくて、オーレを使えばできる可能性はあると思います。で、ヘッドレスでコマンドラインから叩く場合は、ヘッドレス指定ができたりするので、おそらく可能だと思います。ありがとうございます。じゃあ、大声でしょ。言い方。今の例、Java だったんですが、他の言語のバイリンガルってあったんですか？まあ、ざーっとラッパーの話ですか、サンプルの話ですか。ラッパーの話。ラッパーはなんかざっと探したら JavaScript でラップしてるのを見たことがありました。サンプルないけど、まあ多分 IDL ってインターフェースを定義してるので、どんな言語からでも呼べるとは思います。ありがとうございます。他ありますでしょうか？じゃないようなので、辰浜さん、どうもありがとうございます。